最初あれだもん。だから新しいの使ってあげようしょうがないからな。絶対コケコレっしょ最初。やっぱりね、うん、マイプテラだったけどね、俺予想外にコケコが出てきたから焦った。え、まず先行のポケモンが。さっさとしろよ、どうせ俺のポケモンには勝てないんだからさ。未だに一回も勝ってない。俺が一番惜しかったもん。はい、じゃあどうぞ。ずれないように気をつけながら。うん、前俺少しずれたけど。あれ重くない？だったら未だにデフォルトの服なんだね。俺も着替えてて、俺も着替えたもん。出たよ。はい、コケコでした。カモだな。でもルックーザって特殊アタッカー？ちょっと分かんないんですけど、どうしよう。一応壁張れば物理アタッカーな気がするよね。どっちか分かんないからさ。まあいいや、相性的に勝つんじゃないかな、競り勝つんじゃないかな。寝た、原始回帰だ。原始回帰じゃない、メガ進化。メガ進化だよ、これ。やめろよ。あ、で、素晴らしがもっと速くなった。これで。あ、なるほど。あとなんだっけな、ダメージも減らぁ。さすが。大丈夫ね、大丈夫。こっち早いよ。こっちの方が早いよ。あ、でもこっちもやばいな。あ、そっち、いいわけどなんか。とりあえず。でも多分先に死ぬと思う。うん、そっち。リクザ。はい、やっぱりあれか。でも素早さは先行取れるかな。はい、勝った。伝説のポケモンとやらも大したことがないな。俺前回言われたな。いやけど、ま、命の玉で落ちそうだ、ね、まだ生きてる。コケコワンパンかまして命の玉で落ちる流れでいいよ。ブラッキー、ブラッキー、ブラッキーな。相変わらず変わってないな。まあいいや。お前ブラッキー変えたら？リフレクター貼るか。うん。まあこれのままコケコ落ちてくれていいんだけどね、これ。まあ貼ったからね、一応。うん。もう落ちるでしょ。うん。叩いてんだけど。あ、でもやけどで。やけどで落ちたか。めんどくせえな。まさかあの防御ガチガチ。いや、これはこのタイミングではちょっとしんどいな。マジで来てんの？うん。相手、次の最後の一匹が特殊アタッカーだったら俺はいけんだけどね。絶対？うん、相性いいから。絶対ちょっと。メガ進化？うわ、メガ進化来たー。そう、俺はこれ一生懸命育てた。強いっすね。まあ、攻撃素早さ全振り。あー、まんま！どうも、抜群だよ、これ。あ、ワンワン。急所にこれ？急所で当たった。うん、ちょっと待って、お前、うん、マジで言ってんの？たまたま多分ね、最後にね、一言言うと思うよ、たくちゃんが、うん、修行してこいって。あー、また雑魚。あ、やばいな、火、炎弱点だな。ごめんなさいね。え、でもこっち多分、先行取れるんですよ。だから当たりさえすれば相当持ってくよ。でもなんか頼む、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 頼む。やっぱこれがね、てか俺育て方の違いなんだよね。メタグロスさ、ダイゴの白いメタグロスの方が好きだな、うん、俺は。はい、絶望したでしょ。もうポケモンやめたくなったでしょ。ちょっと待って、ハナピだ。俺ハナピハピナス使うまでもなかった。でもハピナスだったらやばかった。あの物理アタッカーだったからね。さあ、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。あなたかつめ